シリアは日本海軍の給油艦。知床型の6番艦で、艦名は青森県下北半島北東のシリア崎による。1918年度の86艦隊案で計画され、横浜選挙で1922年2月8日に春工。横須賀守譲席となる。当初の予定艦名は野茂であったという。平時は海外からの重油輸送に従事した。 シリアは1941年10月15日に連合艦隊付属に編入された。11月27日、第7駆逐隊の駆逐艦使用とサザナムに対する補給艦任務のため立山を出撃。第7駆逐隊は新珠湾攻撃の支援作戦であるミッドウェイ島砲撃を行うが、第7駆逐隊より速力が遅いので常に先回りして、 海河展に進出することとなった。12月4日と6日に洋上補給を行って、ミッドウェイ島に向かう第7区畜隊と別れ、次の海河展へと移動。攻撃を終えて帰投する第7区畜隊と12月10日に最後流し、翌11日に洋上補給を行った。12月17日にも洋上補給を行う予定だったが、潜水艦騒ぎと海船舶正体は輸送船。 浅間丸から騒ぎのため補給は中止となった。シリアは12月22日に柱島白地に入港し、呉海軍交渉で整備を行った。整備完了後、シリアは1942年1月20日に横須賀を出撃して北方に進出、大港、釧路、厚江市で特設監視艇に対する補給任務に従事した。 5月10日に北45度38分、東計151度40分で、火事が故障して、航行不能となり、軽巡洋艦、多摩によって、大港へ栄光された。6月30日から8月10日まで、函館選挙で入居、修理を行い9月にかけて、トラックへの輸送任務に当たった。10月からは、湘南への輸送任務に2回従事した。 1943年1月16日にクレを出港し、7月までバリクパパン、スラバヤ方面での輸送任務に従事した。シリアは7月19日に横須賀に入港後、横浜選挙で入居修理を行った。8月9日に横浜港を出港し、輸送船団に加入して、文字、マコー、サンジャックを経由して9月2日に湘南に到着した。 シリアは9月5日、輸送船団に加入して、湘南を出港し、ンジャックを経由して9月18日に、マコーに入港した。9月20日、シリアは臨時 B 船団に加入して、マコーを出港し、駆逐艦朝顔の護衛を受けて、日本本土に向かった。ところが、翌21日夜、北緯26度33分、統計1 2 2度40分。 北緯26.550度統計122.667度、26.550122.667の地点に差し掛かったところで、アメリカの潜水艦トリガーの魚雷攻撃を受けた。トリガーは浮上したままシリアに攻撃を仕掛け、シリアは最初の攻撃による魚雷が命中して大爆発を起こし、瞬時に沈没した。開い当時、 駆逐艦朝顔の環境では右90度方向に薄い線光を確認したものの艦長を含め雷と判断。救援命令を受けてシリア遭難現場に向かい、22日夜明けより救助活動を実施した。同年12月1日、シリアは除籍された。日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。